開いてるやん。開いてるよ。すっごいなんか、おとなしい感じで開いてるね。実際の航空機関にライドご飯。はい、今回はですね、大分県の佐伯市にやってきました。はい、はい、ちょっとね、雨がすごくてですね。そうですね、初めてこんな車の中でね、車の中から、はい、ちょっと撮ってみてるんですけども、はい、マコがもう自分が行きたい店っていうのを、まあらかじめ決めてましてですね、で自分たちは違うところに行こうじゃないかっていうことで、そうだね、はい、違うお店にやってきたんですけども、なんかね、外から見てると本当に素朴なラーメン屋さんですよね。なんでね、看板でこう明かりが照らされてるわけじゃないから、ちょっとね、ややもしたら通り過ぎてしまうと。いや、通り過ぎそうになりました一回、まあ、そういう雰囲気のいいお店、うん、やってきました。それで行きましょう。佐伯ラーメン有楽、行きましょう。ゴー。
はい、食べてきました。ごちそうさまでした。美味しかったな、本当に。ね、麺はちょっとね、うん、想像よりもちょっと太めの丸い感じだったかな、うん、ね、つるつるしてて、もちもちしてたよね。もちもちしてた。そう、つるつる、そうそう、うん、もち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 してて、うん、なんかあのスープが少し甘くてですね。甘かったね。うん、ちょっと甘めで、で、まあ豚骨感もあったんですけど、うん、割とサラッとしてて。そうだね。飲みやすかったね。飲みやすかった。でね、うん、ちょっとだけこうニンニクの香り。あ、したね。ほのかに、うん。どうやってんだろうなと思うんだけど。そうなんですよ。これがまたね、結構コクが出るというか。こう食べ進めていくうちにね、うん、なんかますますこうニンニクの香りがしてきたみたいな。してきた。で、チャーシュー麺をね、あの頼みましたけども。チャーシューちょっとこう甘めの味付けだったような気がしますけど、はい、とっても美味しかったです。めっちゃ美味しかった。美味しかった。びっくりした。ああいうチャーシュー麺の中で、うん、全部のこのチャーシューが一つずつ熱かったり薄かったりしてるのが、うん、自分も結構好きで、うん、ああ、うん、その辺のね、そう、均一よりなんか、うん、楽しかったです、うん、でごまがね大量に最初からかかってるっていうのが、うん、この辺のラーメンの特徴かな。あ、そうなんだ。かもしれないね。あれがまたね、すごく香ばしくて、うん、美味しかった。美味しかったです、うん、はい、自分たちにとって初めての佐伯ラーメン、はい、美味しくいただきました。はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。それではまた、バイバイ。